現在ですね、今ロサンゼルスショーの2日目ということで、今ダウンタウンに向かっています。ワンテンを北上してるんですが、皆さんちょっとこちらをご覧ください。料金表がこれ出てますよね。今というかですね、最近このワンテンのフリーウェイなんですけども、あのロングビーチの方からずっとダウンタウンの方に北上していくんですが、有料になっちゃったんですね。で、以前カープールとしてですね、2人以上乗ってれば通れる、あの左側のこう真ん中の方のレーンがですね、有料のレーンになりました。はい、ということでですね、それもですね、面白いことに時間帯によってこれ料金が違うんですよね。はい、この朝今、時間にして7時30分ぐらいなんですけれども、ちょっと今混んでますよね。こういう混んでる時間帯ですとか、そういう場合はですね、大体11ドル、さっき今料金表示されてましたけれども、11ドルちょっとで、混んでいない時間帯は昨日帰りとか4ドルぐらいでしたよね。そうですね、4ドルとか、はい、1ドル、距離によって違います、ね、あ、なるほど、ということで、そう通れるという感じです。はい、今こういう形でですね、高速道路、フリーウェイって言ってましたけれども、全然フリーじゃなくなってきていると、一部ですが、そういう部分ではですね、なんて言うんでしょう、カリフォルニアとしてはというよりもこのロサンゼルスですね、お金を取れる人からは取ってですね、その分こう利便性をこう追求しようというような、感じになっちゃってるわけなんですけれども、ある意味なんでしょうね、今もうこの先混んでますけれども、こういう形で朝とかはすごく渋滞するので、お金のある人は、行くと、余裕のある人はその、レーンを通っていくというふうな形にどんどんこれからなっていきそうな雰囲気ですね。もうすごい渋滞です。今この片側何車線だろう、7車線ぐらいありますが、もうギッチギチに詰まってしまいました。はい、ということで、ちょっと今左側はですね、今ご覧いただいているようにこうスーッとこう行くんですね。で、今ちょうど見えてるのがですね、その料金自動徴収する、そうですね、機械が、左上にあります。車の中にですね、機械をセットして、ETC のようなもんですね、そういうものをですねセットして、今のそのアンテナのところを通過すると料金が課金されるという仕組みになっています。その ETC の機械をですね、日本と同じように最初買わなければいけないそうなんですけれども、それを買って車の中に取り付けて、それを行くと、そのレーンを走れるということになるそうですね。だいたい50ドルぐらい、いや、タバコの箱ぐらいの簡単なもので、プリペイドの30ドルぐらい最初にお金を払うと、はい、なるほど、課金されて、で、はい、機械自身はお金かからないんですけれども、はい、月々3ドルぐらいマンスリーで、はい、なんていうのかな、契約料みたいなのがいるんですけれども、なるほど、でも月3回以上使えば、タダになると、はい、レンタル料は、はい、という感じですね。おお、なるほど。今話していただいたのはですね、うちの近所にお住まいのですね、ジャーナリストって言っていいんですかね、はい、ケニー中島さんです。はい、もう本当に、もう家から歩いていけるぐらいの目でご近所さんに住んでるですね、中島さんにちょっと今回運転していただいてるんで、今こうやって中から撮ってます。はいということでありがとうございました。渋滞しちゃったんで、そろそろあれですかね、下降りて。そうですね、下に降りたいんだけど、次の出口までちょっと1マイルぐらいあるんで、しばらくこののんびりと渋滞の中を走っていきます。ちなみにこれ下降りると結構スリリングな道になるんで皆さんそれ降りるときはぜひ気をつけて走ってくださいっていうか、はい、そんなわけでですね、突然ですが、有料化されたワンテン110フリーウェイ、フリーウェイじゃなくなったってことですよね。そうです、でもフリーウェイ、はい、2車線以外はフリーウェイですね。そうですね、はい、ってことで、そのレポートをですね、終わりにしたいと思います。